大阪アイドルクエスト。FM 大阪、大阪アイドルクエスト。ではゲストの方々ご登場いただきましょう。自己紹介をお願いします。皆さんおはようございます。私たちノットイコールミーです。富田奈々香です。蟹沢萌子です。よろしくお願いします。お願いします。年内最後のゲストです。光栄です。特別ないやー、まあ、蟹沢さんはね今年3回もご出演いただきまして、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがたい限りでございますが、2023年はお二人それぞれどんな1年でしたかね。蟹沢さん。あ、そうですね、もう濃すぎてすごいもう語り尽くせないなっていうのがあって、なのでいっぱい噛み締めてなんか年末迎えようっていうふうに思います。その中でもじゃあ振り返った時今パッて出たのはどのシーンですか。わ、でもやっぱり4周年コンサート、今年の頭にやらせていただいた時12人揃ってステージに立てたのがすごいやっぱ印象的でした。うん、帰ってきてくれたなという。そうなんです。ステージにみんなと立てたのがやっぱなんか今思い出しても感慨深いなって思いますね。富田さんはどうですか、2023年は。わあ、そうですね、でもすごい新しいことへの挑戦がかなり多い年だったなっていうふうに思ってて、それこそ今年の、ね、ツアーファイナルの方では日本武道館に 2days 立たせていただいて、初めての会場で初めのステージで立たせていただいたりとか、楽曲もすごくね攻めたかっこいい楽曲だったり、思いっきり可愛いに振った可愛い楽曲だったり、それが最後の楽曲では、ね、どちらも合わさった、なんか本当になんかもう指が足りないぐらい、いろんなことをさせてもらったなと。そうですね、50本ぐらい指欲しい。欲しいねちょっとなんかやだねちょっと怖くなっちゃった。富田さんはその初めてのチャレンジだったり経験の前っていうのはドキドキの方が強いのか、ワクワクの方が強いのか。ドキドキが強いけど楽しみだなっていう方が強いかもしれないです。で、武道館のライブはどの瞬間にこう楽しさに変わっていったんですか。やっぱ最初 のオープニングで幕を外してっていうちょっと演出があったんですよ、ね、一番最初のアーシャの並びとみたいな、あのお客さんが皆さんが待っててくれてる景色が見えた時はさすがにもうなんか緊張したんですけど、やっぱ中盤かな、中盤ぐらいから、あ、それこそあの初めて生バンドそうだったねの皆さんと一緒にライブもさせていただいたんですけど、使ったその時はもうすでにすごく楽しい楽しいがいっぱいでしたね。気がついたら変わってたよ感じなんですね。それは皆さんの熱量だったり、私たちもそれに負けないぐらいのこのなんか熱のぶつかり合いで緊張がほぐれたのかなそうかも。ノットイコールミーノイミーは今5年目に入っているわけですよね。はい、ちょっとこれまで全部を振り返っていただいて、もう一回味わいたくなるぐらい嬉しかった、また逆にできればやり直したくなるぐらいな悔しい瞬間っていうのはあったりしますかね。これは迷うね。迷ったやるね。富田さんどうですか。迷うんですけど、でもよくよく考えると、なんか初めて、さっきもいろいろ話しちゃったんですけど、初めての場所、初めての経験をする場所って、なんかその時しか味わえないじゃないですか。そうですね。なので私はそうですね、あの TIFF 東京アイドルフェスティバルステージデビューさせていただいた時だとか、あとデビュー発表を、そうだね、結構そのね節目は大きいよね。あれはちょっと忘れられないですし、今後体験できない経験できない、ちょっと戻りたいね。確かにもう一回味わいたさありますね。ですし、なんかねやっぱりそのあの頃の気持ちってあの頃に感じたもの、あの頃だからこそ感じたもので、なんかやっぱり当時とかはその移動とかがうまくいかなかったりとか、振りがちょっとうまくいかなかったりとか、そういうものでも結構もうなんて言うんだろう、涙を流すみたいな、終わった後悔しいっていう風にすごい思ってて、
なんかそれをプラスに変えていける強さを身につけた部分ではあるんですけど、うんうん、なんかそういう一個一個のものを大切にしていく気持ちってずっと忘れずにいたいなって思うので、うん、なんかもう一回味わえたらいいなって思いますね、うん、ありがとうございますさあ Not Equal Me の皆さんですが、先週ニューシングルアンチコンフィチュールをリリースされました。ありがとうございます。さあ蟹沢さん、こちらどういった曲になりましたか。はい、こちらの楽曲は甘さと苦さの二面性を楽しんでいただけるようなダンスナンバーになっております。富田さんは初めて聞いた時はどんな印象が。でも私やっぱこういうちょっと雰囲気のある楽曲ってすごく好きなので、うんうん、はい、嬉しいが来ました。どんな感じにノットイコールミーがやったらどんな感じになるかなっていう、もう妄想がどんどん広がるというか、とにかく嬉しかったですね。うん、まあ、4月に出た天使はどこへもかなり激しいダンスナンバーでしたが、はい、このあたりのダンスの難しさの違いみたいなものって富田さんどうですか。天使はどこへはちょっとあのパッションというか、エネルギッシュな感じで、今回のアンチコンフィチュールはすごく繊細で、うん、落ち着いてる中にもすごくあの、芯のある振り付けだったりとかがあったりして、やっぱまた全く違 う, そうだ、ね、感じがします。スキル面とか、ね、でも天使はどこへで、あのいろんな、うんうん、体の動かす可動域だとか、うんうんうん、動かし方を知ったおかげで、うんうん、アンチコンフィチュールはすごくそれが生きてきてるなっていう風に感じます。蟹沢さん、この今回キーとなるようなダンス、はい、振り付けフォーメーションというのは。ああ、そうですね。でもやっぱり始まりのところとかから、その振り付けでも、あの、オルゴールの中にいる人形が踊り出すイメージで作ってくださってて、最後もまた同じように静かになって終わるっていう部分が結構やっぱり、始まり方としても今までになかった感じで、あの、新鮮だなって思いますし、そこからガッとサビに向けて、サビはみんなでも揃った振り付けを、一気に踊るっていうのがバンって見えるので、なんかそういうところは結構今回印象的かなって思います。この作品のテーマ性だったり、うん、合わせるところはしっかり合わせるみたいな部分っていうのは、うんうんうん、練習中どこかで掴んだような瞬間っていうのあったんですか。あ、でもそれこそ振り入れの段階からいろいろな細かい動きについてすごく先生方が、あの、一つ一つ動画であったりとか教えてくださってたんですけど、はい、きっとなんか一番最後のピースがハマったのはやっぱミュージックビデオで、あの、すごい壮大なセットに囲まれて衣装を身にまとった瞬間が、やっぱみんなの気持ちがそこでなんかギアが一個さらに上がったのかなっていう風に感じるので、なんか振り入れの時ともまた進化した姿が多分ミュージックビデオには現れてるんじゃないかなって思います。完成したミュージックビデオじゃ初めて見た時っていうのは、一視聴者としてどんな感想が。あ、でも新しいノットイコールミーだって。確かに確かに、うん、なんかあのかっこよさもありつつ、でも、うん、ドレス衣装って、うんうんうん、スイートな雰囲気を身にまとってるものがこう、うんうんうん、どちらも楽しめる、なんかすごい見応え抜群のミュージックビデオになったなって感じました。ご自身以外のメンバーさんが出てるシーンで、あそこ好きなんだよなっていうのは、富田さん一つ挙げるなら。あ、悩むけど、いろんなシーンあります。うわ、どっちにしよう、迷ってる。じゃあ両方言ってもらっても。あ、じゃあすごく個人的に、うんうん、あの、引き込まれたのが、うん、私川名子夏美ちゃんの、うんうん、あのドレス衣装で、あのボックスにの中で踊っているシーン、うんはい、あの本当にいろんなメンバーが出てくるので、一瞬一瞬こう、うん、コロコロ変わるんですけど、川名子夏美ちゃんが出てきた時のなんか引き込まれ具合がすごくて、うん、あの見てほしいですとにかく、うんうんうん、そしてもう一つが、あの赤い照明になったシーンがどれも私は結構ドキッとしたというか。確かに、うん、なので、あのその甘さと苦さの中のこの葛藤の表れなのかなとも思うシーンだったので、そんなみんなの
ね、ちょっとドキッとする表情などにも注目していただけたら嬉しいです。カニタさんどうですか？そうですね、でもどこだろうな。でもそれこそ私も赤のシーンは、うん、なんかポーズを撮影の時は4つ撮ったんですけど、なんか影しか映ってないからこそ、はい、いろんな高さとかも結構調節していただいて、一番かっこよく見える12人のその姿が映っているなっていうのと、うん、あとはやっぱりあのサムネイルにもなっている落ちサビの7日のところはすごいこの楽曲の中でもすごいインパクトがあるところだなっていう風に思ってて、なんかすごいこの主人公がすごくいっぱい葛藤した中で、いろんな葛藤があった中でそれでもやっぱり強さっていうものがすごい、なんかアングルとかこの明かりとかそういうところでもすごい表情とかにも現れてて、なんかアンチコンフィチュールの中でもなんかインパクトがあって大事なところだなっていうふうに、うん、思います。注目ポイントも気にしながらまた何回も見ていただきたいですね、はいはい、これミュージックビデオでは映ってない、ライブに行かないと見ることができないぞという振り付けみたいなのもやっぱありますよね。ありますね。ありますね。ゆえよくご存じたりしますか？いないよ。行っちゃうかな。どれだろう。はい、1サビのところで、あのその振り付けが来る直前まで映ってるところなんですけれども、はい、桜井ももちゃんと川口夏音ちゃんと私とあと川野夏美ちゃんも、はい、関わる部分なんですけど、そこの振り付けがあのミュージックビデオでははっきりとは映っていなくって、はい、ライブに来ていただかないとは見られない、うん、ちょっとなんて言うんですかね、迫力を感じていただけると思います、うん、すごいアクティブなところがありまして、はい、そこは結構本当にいっぱい練習を重ねて、うん、なんならもう踊るたびにそこの部分だけの練習とかも何回もするぐらい、結構難しいところなので、はい、ぜひ注目していただけたらなと思います。アクティブな、そうなんですよ。みたいな、きっと驚くと思います。驚くと思います。見た皆さん、私たちもね、初め振り入れの時にダンサーの皆さんが、先生方が踊ってくださったのをまず見させていただいたんですけど、うん、はい、みたいな歓声が上がりました。ね、ぜひライブに、はい、お待ちしてます。足を運びましょう。さあ、そしてカップリングのミュージックビデオも先日公開されました。はい、初恋カムバック、うん、富田さん、こちらどういった曲でしょう？はい、こちらはあのメンバーの谷崎さやちゃんがセンターを務めている楽曲でして、うん、あの恋の中にやっぱりちょっと切なさのあるような甘酸っぱい切ないラブソングとなっております。はい、まあ、ミュージックビデオでもね、センターの谷崎さんが主人公的な立ち位置で演じられておりますが、はい、お二人はその同級生の中でもどういった役になるんですか？キャラクターだったり。確かに、でもね、始まりのシーンとかでも、あ、そうです ね、私は最初のシーンでも同窓会っていうんですかね、うんうんうん、でちょっとさやちゃんをこう、うん、いろんなシーンでこうニヤニヤ見てる、うん、ね、っていうところがあるので、すごく親しい関係だと思います。一緒に埋めたりしてて、ね、きっとね、ずっと仲良し4人組とかだったのかなって思いながら、ね、そんな気がするよね。同窓会の中でもこうテーブルがね、うん、同じメンバーですもんね。カニサさんは？私はさやちゃん その好きな相手が他の子のところに行っちゃった時に心配そうにさやちゃんを眺めるっていうシーンが、はい、あのワンシーンは印象的ですよね。はい、そうなんですよ、ありまして、うん、なので多分そういう同じグループとかとはまた違うかもしれないけど、恋心に気づいて応援したいって多分思ってる立場だったのかなって思ってて、なのでなんか撮影の時に、はい、それこそ、その思い人のグループ男の子たちが入ってきた時に、みんなは結構わーみたいに、あれもしかしてなんか好きだった相手じゃないのみたいに、ちょっとなんていうんですかね、ヒューヒューみたいにするシーンでも、なんかちょっと私はちょっと心配そうな顔をする、なんか勝手に役作りをしてみたりして、情報の中でも内部も自分で想像して作っていったりとかあるんですかね。そうですね、なんかシーンを撮る時も軽く説明はしてくださったりするんですけど、
ね、その中でそれを教えていただいた上でより、ねね、自分たちで深めて それこそナナカはもうそれもう頑張ってよみたいな、ね、なんかもう本当に、うんうん、谷崎沙耶ちゃんあの役の中では、うん、すごく分かりやすい、うん、表に、ねうんうんうん、出ちゃう出てるよと虹も溢れ出る、うんうん、溢れ出ちゃってるに私もそばからこう、うんうん、どんどん早く行きなよっていうなんか本当に実際に、うん、あの学校とかでよくあるシーンだったりするんじゃないかなって思うので、すごい共感していただける、じゃないかなってたくさんの方に応援するとはい。さあ改めて Not Equal Me の皆さん各楽曲ミュージックビデオを公開されておりますし、はい、ニューシングルアンチコンフィチュールは先週リリースになっております。はい、さあライブですが年内で言うと、はい、12月29日の金曜日になりますかね。はい、そうなんです。北海道のゼップ札幌にて Not Equal Me 特別公演2023を開催させていただきます。うん、そうですね、あの北海道なので、まあ、ちょっと遠くではあるんですけれども、うん、ぜひたくさんの方に来ていただけたらなって思いますし、あの昼夜配信も決定しましたので、うん、あの来られないよっていう方ともぜひ年末の思い出一緒に作れたらなと思います。あ、そして8枚目シングルに発売に伴いましたオンラインイベントや直接会えるイベントも開催が決定しているので、まあ、ぜひぜひ2023年も2024年もNot Equal Meと過ごしていただけたらいいなって思っております。アクティブな振りが何なのかドキドキ、配信でも楽しもうと思います。はい、その他土井美Not Equal Meの皆さんに関する最新の情報はホームページや SNS を随時チェックしてください。では最後に1曲お送りいただきましょう。曲紹介をお願いします。はい、先ほどもお話しさせていただきました、うん、12月20日に発売されました Not Equal Meの8枚目のシングルです。 Not Equal Meでアンチコンフィチュール。